どうも、はじまきょうしゅうで、いやー、ヒカキンさんすげえな。いやー、そのなんか、ほんとヒカキンさんすげえなー、やっぱ、俺もさ、なんか、最近、チャンネル登録者が、まあ、3倍か、前の、去年の12月今、11月に比べれば3倍くらい一気に増えて、で、俺がなんか面白いって言ってくれてる人に面白いって言ってくれたりして、嬉しかったわけよ。で、やっぱその心の、そこでどこか浮かれてたわけね。え、そんなんで浮かれんねやって思うかもしれないけど、やっぱりその、面白いって思ってる人に面白いって言ってくれるのは嬉しいわけで、みんなからのコメントもすごい多くなって、嬉しいなーって思ってるけど、その、調子乗ってたなーって。で、それをヒカキンさんがやっぱ浄化してくれたって。いや、ヒカキンさんすげえなーって思った。手本だな。それを真似しろとは言わないけど、やっぱ、見習わなければならない存在。そして尊敬するべき存在だよね、ヒカキンさんはやっぱ。プロフェッショナル見て。いいなぁって思うな、やっぱ。すげえわ、ヒカキンさん。で、心が浄化された。あ、すごいって思った。俺もやっぱ調子乗んのやめて、みんなにしっかりとコメント返していこう。って思うけど、どうしようかなぁ。いや、コメント読むのめんどくさいんだよなぁ。で、その、なんつうの、嬉しいんだけどさ、めんどくさいって言ったら調子乗ってるって言われるかもしれないけど、まあその時はごめんね。調子乗ってるわ。じゃあ調子乗ったままでいいわ。めんどくさいことしたくないからな。そんな、確かに歩みを続けなければいけないかもしれないけど、なんか、これはどうかな。いいやって思うわ。自分がしたいことをする。じゃあコメント読んでいきます。はい、松の松さん、声、想像と違いすぎる。あ、これ H1 グランプリのやつね。ヘキトラさんのそれパクって。はい、カイトストーリーさん、YouTube で H1 グランプリで検索したら、動画検索したら地獄絵図で腐ってって言うじゃないですか。この人H1 グランプリ系列のコメントに全部それ書いてるんですよね。なんやそれって俺は思いましたけどね。なんか、間接的になんかやってますよね。なんか、あんまりね、そういうコメントはね、いや、いいけど、結構面白いしずくちゃんパロディの動画にもそれ言ってるから、どこが地獄絵図だよって思ってね。もうちょっと残念なお方ですね。よ、久しぶり。はい、久しぶりです。おひさが牛1万頭、あ、10万頭だっけ。あと少しで500人。はい、サラモノさん頑張れ。究極の押し入れ。解散。何これ解散って。究極の教えさん顔出ししてるよ。いや、びっくりしたのさ。いや、そのね、ディスってるわけじゃない、究極の教えさん。いや、お面とめちゃくちゃ顔が同じだったっていうね。いや、ディスってるわけじゃないよ。俺もなんかよくわかんねえゴリラみてえな、ドンキーコングみたいな髪型しなきゃ。えい。はい。ね、ただの鳥頭、暴走族は草。さあ、早やしてくれ。キャッチャー親子、面白い。神だってさ、ありがてえよ。ヌタウナギさん、めちゃくちゃコメントしてくれるんだよな。全体的に汚くて草。まあ、そういうことだ。
おしまい。本当に底辺 YouTuber だな。